どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。行きましょう。よいしょ。あいどうですか今日ね。ああ、タイプラッシュ。あまずいやばいやばい。タイプあだこれだ。新兵のがいいな。なんかいい武器持ってる欲しいそれ。あやばい。あちょっとなんかやばい。オーバーちゃ。野村さん悪いけどそれもらうよ。よいしょ。はーい。古びた鉄パイプで思いっきり殴っていくスタンス。あいった。わあ、そそるぞ。おめえやるわ。おめえはよ。あ待って、それちょっと欲しいかも。ああ一線超えてる。あー痛そう。ちょっとアイテム使っとくか。あー痛い痛しい。見てて。あーけじめつけられてその上刺されなきゃいけないなんてこの岡部さんは不憫でならないよ。まあやってんの俺だけどさ。あら、あぶね。よし、飛び蹴り効いたね。どーこいしょ。なぜか、おー、めっちゃ手に入った。1390万、マジで？ありがとうございます。へいへい、そんな強くなかったじゃないか、君たち。てめえ。ああ、やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。お、くっ、あ、強い。キレイよ。おめえ、なんで立花不動産にやる。何？わかってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。柱の息がかかったおめえがな。いやー事実なんだけど、なんでバレてんの。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。ああ。どうだ、俺の言ってること間違ってるか。いい線言ってるんだ。これがどう思うが、あんたの勝手だ。おめえごまかすの下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう立花不動産、もう空の一粒の持ち主を見つけたのか。吐くわけないでしょそんなの。そうか、まだか。バレてる。どれでも手は筒抜けじゃねえか。何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ、何が分かんない。おめえは分かりやすくて本当いいや。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようだな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。ほうほう。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が、
腹の一つに手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。怖っ。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。あ、一番キリュウさんがブチ切れるところに。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた橘に会ってどうする気だ。体の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。ああ。朝まで考える時間があるな。立花を渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始めろ。獲物は当然お前の首で。怖っ。狩りっていう表現がやばいわ。もう少なく対等に戦うっていう感覚ではないんだね。第5章白への道クリアです。恐ろしいね。国産呼吸車500万7台分稼ぎました。しのぎで意外と200、あ、これから稼げるからね。多分もっと大きな額手に入るんじゃないかなって思いますよ、きっと。なんかそんな気がしますね。第6章極道たちの生き様。なんか盛り上がってきたんで、極道たちの生き様ってなるといよいよ誰か死ぬんじゃねえかなって気がするけど。ああ。ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。錦も大丈夫。花キリュウ、すまねえ兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そりゃこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。いや、悔しいだろうな。お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろう。正解です。さっきおめえが下で暴れてる間、青野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣を晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに桐生が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくらなんでも生き残れねえ。まあそれは確かに。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが霧を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思ったよりそのタイミングが早かっただけだ。堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。はあ、
もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一つをかっさらうつもりでいた。まあだろうな。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人クセなんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。なるほど。とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。電話、もしかして全員が助かる道だってあるはずだ。ああ携帯電話やん。うちが殻の一つもの所有者を抑えるや堂島組と取引できる余地もある。ほほう。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の阿波野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。うちが殻の一つを追っていることにも気づいてません。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでも俺にも社長がどこにいるかはわからない。はは。くそ。悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて、それよりこれからどうするの？まあそっちの方が問題だわな。確かに。おい待て、キリュウ、おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。うわバカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。立花不動産ともこれで切れちゃうわけか。何も得られてないじゃないか結局。おいおい、そらないぜ。どうすんのマジで。割とシャレになんねえぞこれ。殺しの濡れ衣を話すか。そういや殻の一つもまだちゃんと見てなかったな。空の一つ上向かい。了解。次回行きましょう。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。マコマリ製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。マコマリ製薬の伊藤洋司。いや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 、揃えろよ。ごめん。